マーク6系戦車は戦艦機にイギリスで開発された軽戦車。第二次世界大戦前半に活躍した。イギリス軍における軽戦車の始まりは1928年に採用されたマーク I 系戦車に遡る。これは同国で開発されたカーデンロイドマメ戦車に砲塔を付けたものであった。その後順次改良されつつマーク2 マーク3、マーク4、マーク V と少量ずつ生産されてきた。1936年に本格的な大量生産型としてマーク6が正式化されることとなった。カーゲンロイド系列の発展型となる、軽戦車はこのマーク6軽戦車が最終となる。砲塔はマーク V と同じく2名用で、 1 2 7ト、mm、ル及び7 7ト、mm、ルビッカース重機関銃を搭載している。改良点としては、走行圧が最大1 4ト、mm、ルになり、防御力が向上した。本格的に量産された本社は、第二次世界大戦回戦の時点で約1000両が配備されていた。主に偵察戦車として、機兵連隊に配備されたものが多かったが、 気候部隊にも不足する戦車の数合わせとして配備されていた。ヨーロッパや北アフリカ、果ては太平洋戦線までイギリス軍が戦ったあらゆる場所に配備された。ダンケルクの戦いまでに約1400両が生産された。対空型、ありがとうございます。